蒸し暑い昼下がり、それは突如としてやってきた。バインミーが無性に食べたい、そう、あのうん、想像しただけでよだれが出てくる。よし、それでは作っていこう。ありました。冷凍庫を漁ってみるとこんな素敵な豚肩ロース。今日はこいつを使ってローストポークのバインミーを作っていこう。バインミーとはベトナムのサンドイッチのことで、最近ではバインミー専門店とやらもできるほど人気が出てきている。しかしそもそもバインミーとはベトナム語でパンを意味し、言ってしまえばパンを使えば何でもバインミーになるのだ。塩と胡椒で下味をつけたら20分から30分ほど置き、耐熱皿に移して肉の表面の乾燥を防ぐためにオリーブオイルをまんべんなくかけ流す。そしたら150度に予熱したオーブンで裏表それぞれ1時間ローストしていく。バインミーがサンドイッチの中でも異彩を放っている理由は、挟む具材が独特なことにある。まずはこのレバー。バインミーはパンに鶏や豚のレバーペーストを塗ったものに具材を挟むのが一般的で、食べた時のコクとまろやかさを演出しています。市販のものでも十分美味しいですが、今回は自家製のレバーペーストを作っていく。鶏レバーはハツの部分があれば取り除き、筋と血の塊を取り除いて一口大に切っておく。臭みを取るために牛乳に30分ほど浸しておきます。待っている間にもう一つのバインミーには欠かせない具材を作っていく。それはナマスです。そう、あのおせち料理で食べる紅白ナマス。レバーとナマス、しかもそれをパンに挟むなんてありえないと思われる方がいてもおかしくはありません。でもこれ実は最高の組み合わせ。そもそもベトナム料理といえば、フォーや生春巻きなど米粉を使ったお米中心の食事なのに、なぜパンなのか。それは19世紀後半、ベトナムがフランス領インドシナだった時代に遡る。ベトナムにフランス文化が流入し、パンを食べる習慣がなかったベトナムでフランスパンを作るようになったことがきっかけ。しかし第一次世界大戦、第二次世界大戦勃発により、小麦粉入手が難しくなったベトナムでは、小麦粉に安価な米粉やベーキングパウダーを混ぜて作るようになった。これによりパンの内側が多孔質となって空洞ができ、割ったパンに具材を挟むようになったんだ。さて、ナマスの作り方に戻ろう。細く切った大根と人参に塩をもみして余分な水分を出してあげたら、砂糖、ベトナムの魚醤をぬくまむ、リンゴ酢を入れてよく混ぜる。味を染み込ませるために数十分冷蔵庫で休ませてあげると一層美味しくなる。お次は薬味の準備。バインミーにはパクチーも欠かせない具材。どうしてもパクチーが苦手という方は大葉やバジルもおすすめ。他にも好きなものを入れて、自分だけのバインミー最強トッピングを見つけてみてほしい。今のところ個人的最強薬味は、パクチー、ライム、そして白髪ネギの3つ。ローストポークは1時間経ったら、一度取り出して、裏返して、もう一度150度で1時間ローストしていく。お肉の中の肉汁は加熱すると膨張するので、オーブンに入れるときはそれを計算して入れないと、出すのに一苦労します。レバーの臭みが十分取れたと思うので、レバーペースト仕上げていきましょう。まずはニンニク薄切りにして、オリーブオイルと一緒に弱火でじっくり香りを移していく。そしたらその間に玉ねぎのカット。玉ねぎは半分にして薄切りにする。後ほどペーストにするので大きさなどは気にしなくても大丈夫。ニンニクが少しこんがりとしてきたら玉ねぎを投入。香り付けのローリエはレバーの臭み消しにもなるので入れておこう。全体がしんなりとしたら、ここで先ほどのレバーを牛乳をしっかりと切って投入する。ここからは味付け。まずは塩と胡椒、そして味の決め手はまたまた登場、ぬくまむ。そしてバター、生クリーム。生クリームを入れてからは火を弱火にして、焦げないようかき混ぜながら煮詰めていく。ペーストにすることを考えて、かき混ぜたら鍋底が見えるくらい水分が飛んで煮詰まったら完成。ローリエを取り除いてフードプロセッサーに入れてペーストにしていく。思っていた以上の量ができるので、これはお買い得。これだけで十分酒のつまみになる。さて、ローストポークも仕上げにかかろう。150度で合計2時間ローストしたら、一度お肉は出してオーブンを190度で予熱する。その間にローストポークにコーティングするソースを作っていく。蜂蜜とぬくまもこれくらいのとろみがつく割合で混ぜ、肉に塗っていく。お肉には常に優しく接してあげることが紳士のマナー。ソースを塗ったお肉をもう一度オーブンに入れて、今度は190度で10分ローストする。はい、できました。塊肉を調理するときはしっかりと火が通っているか確認することは鉄則。
後でお腹を壊して痛い目を見るのは自分ですからね。豚肉は中心温度が75度以上に加熱されていれば OK。 早速この肉汁あふれ出すローストポークを切っていきましょう。それでは皆様、お目を拝借。ベトナムではバインミーにフランスパンを使いますが、それは日本でよく食べる硬いフランスパンと違い、柔らかく軽い生地の歯切れのいいフランスパンが使われます。しかし日本ではなかなか手に入りづらいので、今回はチャバタを使用しました。他にもバタール、米粉パンなどもおすすめです。パンが焼けたら先ほど作ったペーストと具材を挟んでいきます。ローストポークは贅沢に3枚乗せてしまおう。パンからはみ出ているほどの大きさのローストポークは、食べる前の期待値をどんどん上げていく。最後にナマスと薬味を乗せて出来上がり。今回はこいつと合わせていきたいと思います。ビンタンビール。ビンタンビールはインドネシアでナンバーワンのシェアを誇るビールブランド。ビンタンはインドネシア語で星を意味しており、大きく描かれた赤い星のラベルが印象的。オランダ植民地時代にインドネシアのハイネケン製造工場で作られていたため、味やボトルデザインが似ているんだそうです。それでは早速いただきます。これはサンドイッチと言えるのかというくらいはみ出た具材たち。少々入れすぎたかな。そんなことは気にせず頬張ってしまえ。食べたもん勝ちだ。これはうまい。一口で気分はベトナム。ビールが合わないわけないと思い、すかさずキンキンのビールを喉に流し込む。うまい。うますぎる。口に入れると溢れ出てくるローストポークの肉汁、そしてレバーペーストの旨味のハードパンチ、それをすべて包み込むように浄化してくれるナマスの優しい酸味。三味一体とはまさにこのこと。もうなくなってしまった。このビール飲みやすすぎる。バインミーと一緒に飲むとお水よりすっきり飲める。こんな時のためにビールを2本買っておいてよかった。そもそもサンドイッチってこんなにビールに合うのか。バインミーのおかげで、なんだかこの蒸し暑さもベトナムにいるような気分にさせてくれて、こんな日も悪くないなと思えた。バインミーに感謝。それではまた。